こんにちは。今日ご紹介するドライブレコーダーは2021年モデルのレイフォト T810 11インチデジタルルームミラー、こちらのご紹介をします。まずはじめに特徴をお伝えします。一つ目の特徴はミラー一体ながらも広角であるということになります。こちらのレイフォトのデジタルルームミラーなんですが、よくあるスタンダードなこのようにミラーと一体式のカメラになっています。で、このミラーと一体式のカメラというのは今までウィークポイントがありました。それは何かというと、最近の車は単眼カメラが搭載されている車がほとんどでして、ここからカメラを撮影すると単眼カメラのユニットの部分が映ってしまって、視界を妨げる状態で撮影をしてしまうというところに問題がありました。このレイフォトのデジタルルームミラーはその辺をしっかりと考えて作られておりまして、これが今前になるんですが、見ていただくとわかるんですけれども、こちらが A ピラーの左、右で、ここに単眼カメラがあります。視界をできるだけ妨げないようにカメラが広角になっていることによって、しっかりとフロントの撮影もしてくれるようになっています。これだとちょっと見にくいと思うので、もう一つ収録している画像があるのでお見せします。こういった感じで収録するわけなんですけれど、通常ですともっと手前に画像が映し出されていて、今一つこの広角のこの範囲というのが狭い状況にありました。なのでフロントをモニタリングしていてもあまり意味をなさない。もちろん普通のドラレコとしての収録という意味では意味はあるんですけれども、このドライブレコーダーはデジタルルームミラーという役割ももちろんしていますので、こうモニタリングさせた時にちゃんとした視界になっていないとあまり意味をなさない。もちろんフロントの画面というのは、まあ、あまり使うことはないかもしれないんですけれども、デジタルルームミラーという機能を持っているので、フロントとリア、まあ、同じような形で映し出されてなければあまり価値をなさないというところがあるわけなんですけど、これはしっかりとフロントとリアともにしっかりとした良好な視界でこのような形でモニタリングしてくれるということで、そこがまず一つ目のこのレイフォトのデジタルルームミラーの特徴になります。ちなみに今ご紹介したようにこのカメラフロント170度の広角レンズになってるんですが、フロントリアともに170度の広角レンズを使っているというところも一つ大きな特徴になっています。二つ目の特徴は広角の170度のカメラなんですが、こちらはソニーのイメージセンサー IMX415 という最新のイメージセンサーが搭載されているカメラになっているというのも特徴になります。こちらの WDR 機能、 HDR 機能、なおかつスタービス、こちらの解像度については後ほどこの動画の最後の方でお伝えをいたします。3つ目の特徴はこちら、スピードリマインダー機能がこのレイフォトの T810 には搭載されています。こちらの機能も珍しくて、以前私のチャンネルで取り上げた JADO の T860 というドライブレコーダーがあるんですが、そちらの最新式のドライブレコーダーにも搭載されているもので、このスピードリマインダーというのはスピードリミッターと同じような働きを持つもので、設定がまあオフ30で、一番速い速度ですと160キロまで調整できるんですが、それに到達するとアラームが
なって速度の注意喚起というものをしてくれる機能になっています。なので非常に便利な機能かなと私自身は思います。4つ目は純正ミラーにフィットする設計ということになります。これもドライブレコーダーを実際買ってつけてみないとわからないことなんですけれども、純正ルームミラーの上に取り付けるタイプのものが今主流なんですが、実際には11インチとなるとこのような形でしっかりとピタッとこうフィットするものが少なかったりします。例えばこのような形で浮いて取り付けをするタイプのものであったりとか、ここのフックの部分の位置がこの純正のルームミラーに入りきらないドライブレコーダーがメーカーによってはあったりします。ですけれども、こちらのレイフォトのデジタルルームミラーはしっかりと純正のルームミラーの大きさに合った設計になっています。なおかつ11インチでありながらも純正のミラーにフィットした設計がなされているということなので、取り付けした後もこのように全く美観を損なわない仕様のものになっているというのもこのレイフォトのデジタルルームミラーの特徴になっています。5つ目の特徴はリアカメラのブラケットになります。リアのカメラをご紹介いたします。こちらがレイフォトのリアカメラになるんですが、このレイフォトのリアカメラしっかりと考えて作られています。これは IP68 相当の防水仕様になっているので外につけるタイプのものではあるんですが、私の場合はこのような形でここに両面テープを貼り付けてるんですけれども、通常はこういったブラケットの持ち帰りが1箇所2箇所のものではなくて、ここにブラケットがついていて、ここにネジがついて、でここで持ち帰りが生じるので、このような形で1箇所しか、このような形1箇所しかこう傾かないような設定になっています。そうするとどうなるかというと、1つ目はこのウェザーストリップがちゃんとこのような形ではめ込みができないという問題が出てきます。ここにネジがあって持ち帰りがあったとするとはめ込みができない状態になってしまうので、これが浮いてしまうというのが一つあります。ですけどこのブラケットですとこのように持ち帰りがこっちに設定されているので、ここにちゃんと両面テープ貼ってこのような形でウェザーストリップを取り付けて、でなおかつ高さの調整もできて、もちろんこの角度の調整というのもできるので、しっかりとした位置に合わせて取り付けができる。かつこれはデジタルルームミラーのカメラになりますので、常時後方をモニタリングしながらデジタルルームミラーを使うことがほとんどかと思いますので、このカメラの位置を微調整できるというのはかなり大きなポイントになると思います。次に視聴者様からよくいただく質問についてのデモンストレーションを行いたいと思います。一つ目は地底地干渉がないかというご質問いただきますので、そちらをご紹介します。今このようにテレビをつけている状態なんですが、このようにテレビをつけていても特に電波干渉となくくっきりとフロントリアともにモニタリングしてくれるということがありますので、特に問題なくテレビを見ながらでもお使いいただける仕様のものになっています。もう一ついただいたお問い合わせがありまして、このデジタルルームミラーをつけることによってサンバイザーが使えなくなるのではないかというご質問なんですが、こちら私の車の場合はステッパーゴンなんですが、
ステップワゴンの場合ですと完全にフロントガラスまでこのような形で持っていくことはできないです。で、ここカメラがあるところに干渉してしまうので、このカメラ一体もののデジタルルームミラーですとここが当たってしまうと。もう一つ分離式のものでなおかつ11インチのものであれば特に干渉することはないということになります。私の場合はこのバイザーを奥までこうやって持っていくことはなくて、このステップワゴンの場合ですとこのバイザー自体が長くなっているのでここまで90度の角度までしか持っていくことがありません。そういった場合でしたら特にこのような形で干渉等も気にすることもないですし、もちろん90度よりももうちょっと120度近いところまで持っていくことはできるかなと思います。このぐらいの角度でサンバイザーを使う方でしたら特にサンバイザーの干渉によってデジタルルームミラーが使えなくなるということはないと思います。3つ目、パネルの感度が悪くないかという問い合わせをよくいただきます。で、そちらについてデモンストレーションをしていきます。これは画面の切り替え、よくこの辺のところをよく使ったりするわけなんですが、このようにしっかりと感度の方も特に悪くはないです。かつこの辺が効かない場合だったり応答の遅れがあったりすることがあるとは思うんですが、その辺もこのレイフォトのデジタルルームミラーには特にはないと思います。このちゃんと応答の遅れみたいなものも特にないので違和感なくしっかりと使っていただけるものになっていると思います。最後になりますが、こちらのデジタルルームミラードライブレコーダーも兼ねておりますので、ドライブレコーダーの生命線でもあります解像度についてお伝えをいたします。もちろんこのレイフォトのデジタルルームミラーもこのミラー上で収録した画像を確認することも可能になっています。こちらはフロントカメラで撮影している画像になります。で、こちらは先ほども紹介した通りでソニーのイメージセンサー IMX の415という最新のものが使われているということもあって、かなりくっきりと鮮明に画像が収録できるようになっています。ここを押していただくと今度リアになるんですが、リアは私の車の場合はスモークガラスになっているということと、もう一つは車内にカメラを置いているので熱線が見えたり、もう一つはガラスが光っていたり、少しフロントよりも暗めの動画になっているかと思うんですけれども、まあそれでも全くくっきりと綺麗に鮮明に動画が収録できているのではないかなと思います。次は夜の画像をご紹介したいと思います。今映し出しているのがフロントの画像になるんですが、こちらは WDR なおかつ HDR 機能、それからソニーのイメージセンサー IMX の415、そしてスタービスという暗視機能がついているので、今までご紹介させていただいたドライブレコーダーの中でもかなり綺麗な画像で動画が収録できているのではないかなと思います。こちらはリアカメラからの撮影している画像になりますが、リアもかなりくっきり映ってるかなと思います。こちらは今ご紹介した通りでスモークガラスで室内から撮っているんですが、それでも鮮明にくっきりと動画が収録
できているのがお分かりいただけるのではないかなと思います。最後に私の所感をお伝えいたします。このようにデジタルルームミラーと一体型のカメラでありながらも、このように画面モニタリングしてるんですけれど、フロントカメラ170度という広角レンズを使っているということもあって、特に一体式のデメリットというものが少なくなっているということが非常にいいなと感じました。今分離式が出ていたりするんですが、分離式が出ている理由というのは、こういった単眼カメラのユニット、ここが映り込んでしまって、ここが視界になってしまうということがあります。なのでこのデジタルルームミラーにレンズをつけないで別体にして、フロントガラスに単体でカメラをつけることによって、こういった余計なものの映り込みというものをなくすということで分離式が使われているんですが、こちらは一体物であってもちゃんと必要十分な視界というものをしっかりと持っていますし、ドライブレコーダーとして必要十分な動画になっていますし、なおかつデジタルルームミラーとして十分なモニタリング、このような形でモニタリングしてくれているということもありますので、分離式でなくても一体型のドライブレコーダーでも十分使えるなということを私自身感じました。今回ご紹介したこちらのレイフォトの T810、 詳細に関しましては概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。またその他2021年モデルのデジタルルームミラーと紹介しておりますので、ぜひそちらの方も興味がある方はご覧になってみてください。また最後になりましたが、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。失礼をいたします。